おはようございます、今日8月、23日あれ23か23ですね。23日の月曜日でございます。今やばいです。午後になってしまいました。本当に昨日のね、昨日の疲労と寝不足でめちゃくちゃ寝てしまいました。昨日もね、記憶上だと10時半ぐらいに寝たんですけど、だから14時間ぐらいは寝てしまいました、ね、なんか一回ね、7時ぐらいに目が覚めたんですよ。7時ぐらいに目が覚めたんですけど、なんかしんどくてもう一回寝て、で次は10時ぐらいに目が覚めたんですけれども、あ、なんかせっかくだからもうちょっと寝たいなみたいな感じで寝たら午後になってしまったんで、まあさすがに起きようかなという感じで、起きたっていう、感じです。とりあえずね、もうどうしようかな、どうしよう。とりあえず顔だけ洗って、朝食か昼食かわかりませんけど、ちょっと飯を食べたいと思います。で昼飯を食べます。昼飯かもう朝食かわかんないですけど、本格炒めチャーハンをとりあえず食べようかと思います。はい、今日の昼飯です。なんだっけ、何チャーハンって言うんだっけ、さっき出したチャーハンとマロちゃん製麺と飲みかけだったモンスター。いや、これ新潟に釣り昨日しに行った時の動画、編集2時間ぐらいかかりましたね。で、トータルの動画の時間は1時間20分ぐらいあります。いや、ちょっと大変だった。それちょっとね、今日も友達と約束あるんで、ちょっと出かけていきたいと思います。さて、コーヒー入れたんで、いただきたいと思います。おぉ、いって、刺さった。コースターが。うん、倒れる。あー、うまっ。今日ね、ちょっと入れ方をちょっと変えてみました。いつもより長めにミルをかけて、まあそれだけかな、それだけですけど、美味しいです。で、これ食べます。朝食に食べるはずだったパン、シナモンロール、これ200円、ドンキホテで買ったやつですね。今日の朝ごはんに食べようと思ったんですけれども、ちょっと起きれなかったんで、ちょっとコーヒーと一緒にこのシナモンロールいただきます。ドン・キホーテ、まあそうっすね、秋田の頃からあったパン屋ですけど、ダメだ、ちゃんと、よいしょ、ちゃんとスタンドがないと。
おーおーやば。あ、上に紙があるんだ。あの、福島のパン屋のやつどっちが美味しいか。うん、うまっ。なんかこっちの方がなんかパンがクロワッサン、クロワッサンじゃないか、でもそれに近い感じで美味しいですね。うん、よしよしよし。ああ、合う。なんかでもね、あのシナモンがついてるとこまで遠いっていう。ね、割と口が汚れる。うん、でも美味しいです。同レベルくらいで美味しい。美味しいです。あとこれ、昨日買ったクリームチーズパンケーキってやつなんですけど、あのあれですね、セブンで買ったやつなんですけど、あの昨日、あの本当はね、あのまあ朝食に買ったんですけど、まあ食べなかったってやつ、あのね、あの昼ご飯がちょっとね、あのじゃ あ, あの予定的に買えるか分かんなかったんで、まあ一応残しといたってやつなんですけど、結局食べなかったっていうやつなんですけど、あの昨日の朝も食べてたと思うんですけど、あのパンケーキあったじゃないですか、なんだっけ、あの名前忘れましたけど、こう全く同じような中身の パンケーキ食べてたと思うんですけれども、あれ好きで、メープルシロップと、うんと、バター、クリームみたいな、そういうのが入ってるパンケーキを食べてたと思うんですけど、こっちはレアチーズ風味のクリームチーズパンケーキっていうことで、クリームチーズの入ったパンケーキです。これ初めて食べるんですよね。新発売かわかんないですけど、自分がいつも食べてるあの、セブンのパンケーキのレアチーズバージョンということで、ちょっと気になって買ってきました。ということで、食べます。こんな感じでね、ちょっとね、潰れちゃってるんですけど、まあ、普通に見た目はパンケーキっていうか、こうあの中のあのこのクリームチーズとかあのメープルシロップとかがこうサンドされてるっていう感じ。ちょっと形悪いねこれ。まあちょっとあまあ普通にサンドされてるって感じで、こんな形はしてない。普通はもうちゃんとこういう形、どら焼きみたいな形ですね。ちょっと食べてみます。うまい。本当にクリームチーズ、あのチーズケーキにの味、本当にこのちょっとチーズケーキと言っても過言ではないような感じがします。めちゃくちゃ美味しいですね。うん、これはね、あのなんていうんじゃない、本当にね、なんかコーヒーのお供ですね。本当にていうんでしょうね、ケーキの部類に入るかもしれないですね。美味しい。あの目隠しされて食べたらチーズケーキです。美味しい。なんかね、セブンの菓子パン本当に美味しくて、あの、まあ、セブンとは言わず、セブンしかあんま行かないからセブンのしか食べてないっていうのもあるんですけれども、他のなんて言うんでしょうね、あのなんか菓子パンってそんなになんて言うんでしょうね、あのまあ美味しいんですけど、なんかおしゃれなイメージとかあんまないじゃないですか。なんて言うんでしょうね、こうあのなんかあのなんて言うんでしょうね、あのスイーツっぽさがあるんですよ、セブンのあの菓子パンって。うん、なんかスイーツ感があって美味しいんですよ。こうあのコーヒーとか紅茶とかにも合うようなあのものがあって、まあ甘いやつですよね、あのチョコがかかったやつとか、結構これスイーツにもなるよなとか、デザートにもなるなっていう感じのね、その菓子パンとかってなんかね、メインディッシュのイメージがあると思うんですけれども、まあそうじゃなくて、めちゃくちゃこうコーヒーとかにも合うようなやつがいっぱいあるなっていう感じです。でももちろんこういうね、甘い菓子パンだけじゃなくて、 もちろんあのしょっぱいやつっていうか、あの例えばなんだ、あのなんていうんだっけ、こうあのあれホットドッグとか、あんま甘い、甘い菓子パンばっかでそういうの食べないからわかんないですけど、あの、なんかコーンが振ってあるやつとか、あとハンバーガーみたいなやつとか、もうすっごい美味しいんで。ね。あんま自分ね、やっぱこっちに目がいっちゃうんであんま買わないですけど、あれもめちゃくちゃうまいんでね。これと、あの、セブンのコーヒーとか買うとめちゃくちゃもう最高なんで、
一度やってみてください。めちゃくちゃ最高です。いや、夕日綺麗。